はいどうも皆さん、こんにちは。アルタレスアタダンススクールでございました。やっと、ということで、髪の毛を何もセットしないとですね、こんな感じでおぼっちゃんみたいになるんですけどね。さあ、今回ですね、こちら、スノーマンから左と桜見ていきたいと思います。映画館でも見させていただきましたけども、収録ボタンをファイト。いやー、いいですよね、この歌ね。行ってみましょう。レッツラー。カーソルが、ゴッ。あ、あのー、映像は出ないのと音はこっちのにモザイクって感じになりますので、よろしくお願いします。レッツラー,ゴー、ゴッ。 ああ、来た、この子。本を読んでいた少年ですね。あウェーイこれは素晴らしい,いや。結構好きなんですよね、ヒラリと桜。 いやピンクっていいなふぅえー 美しいね、ラウルくん。えー、渡辺くん。塩孝二くん。あー、目黒くん、笑顔いいっすねっ。はい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 。あ,あー、阿部くんもなんか似合うわね。J-POP のこのメロディーの良さって感じがしますよね。深澤くん、いいっすね。 あ、結構袖がこういう感じになってるんだああ達様いいっすね塩こじくんあーハモってます左ふ いやー綺麗だな佐久間くんうわー衣装もいいっすねこの足のピンク色のラインがふう来たすごい人たわあここ立ってみたいですよね この方も気になりますけどね。来たバトンの人この人すごい人あ吹雪投げたいわ。インパクターズの方たちが後ろにいるのよね。ラールくん。 左うん、いやーいいわすごいなんか来た来たバレエ団の方たちも。 いや、いいっすね。リりしいっすね。これから結婚するんかってぐらいリりしいっすよね、みんなね。ええー、い。素晴らしい。ほんとに。結婚式かと思うわ。いや、いいっすね。鼻がかゆい。ああ、花粉がね。 飛んでくるかのごとくでございますよ本当に左と桜してやっぱ音楽がいいですよねまずねなんと言ってもあと本当にすごい量の桜吹雪なのでいいあのー、これは歌舞伎座でやられてらっしゃるのかしらこういう歌舞伎座の景色っていうものをね

いいいきなりサビかから入るっってのもまたかっこいいっすよねうまいっすよねうーん衣装へのこだわりみたいなものも素晴らしい本当にこの9人全員が結婚するんじゃないかっていうね9人で結婚するみたいな <laughs> いやあ、ひらり、ひらり。右手がポイントですね、もうね。いやー渡辺くんの見据える感じよね。いやーいい表情。よくぞまたこの吹雪がこう、なんかくっついて食べちゃったりとかしないですよね。そこもプロなのかな。やっぱ。ああ、目黒くんのこの笑顔よね。 ああ、いいね。伊達様だけはもうなんか、本当に、ベルサイユって感じ。ちゃっちゃちゃーん。衣装もすごいですね。このちょっと、一世三宅みたいになってる感じ。柔らかさ桜の柔らかさ。男性って、 なんだけれども、こういう柔らかいものをまとった時に出てくるなんかその美しさみたいなところがありますよね。あんまり男性でこういう、何ですか、レースっぽい感じを着るってないと思うんですけど、合っちゃうっていうところがまた素敵ですね。袖の感じとかね、すごいっすね、これ。中のベストは若干ピンクなんですね。 いや、これ、一体いくらかかるんだろう。<laughs> めちゃくちゃやっぱり作り込まれてるなって思いますな。おーい、伊達はすごい。ここだけ見たら本当に、なんかロミオって感じやな。いいっすね、佐久間くん。これ投げたいわね。ええー、し、小路くん。 渡辺くんと塩浩二くんでハモりってのがいいですね、またね。チャチャチャちーんタララタララタラタタ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 タいいね普通にいい歌もうラタルタタタタタっタタ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  どのののぐらいのサイズの桜なんでしょうね結構大きいのかな来た少年と天使この人なんかどっかで見たことある気がするんだけど気のせいかなめちゃくちゃ普通に日本語も喋れそうな方ですよね来たこのバトンの人多分すごいすごい人をお呼びしてるんでしょうね もうバトンの取り方がすごい <laughs> でこの周りにいるのがインパクターズの方たちとうぅセンターよラールくんこのヘアスタイルも好きですよ私はテラスのとこだけ立つのやりたい

いいいなやー姿勢がいいよ伊達様本当に胸の反り方伊達ですって感じあー素晴らしいこれぞやっぱ j p o p の良さやなっていうふうに思いますよね こういうのもあるし、あの、ブラックゴールドみたいな楽曲もあるしっていうところでいろいろな高要素を詰め込んで、えー、ダンスパフォーマンスに落とし込んでいくっていうところがやっぱスノーマンの強さかなっていうふうに思いますね。いい曲だ。本当にいい曲。うーん。もう一回聴こう。はい。ということで現場から、高評価ボタン押す,す。高評価。はい。ということで現場から以上になります。ありがとうございました。よいしょ。